どうもスカイピース。イエイ。はい、ということでですね、お昼の時間がやってきて、これからテオくんと一緒に撮影をするんですけども、今回はですね、久々にテオくんに終わったいだだよということで、今回テオくんにどんなドキドキするかというとですね、こちら今回ですね、コンビニでこんなものがありました。ドドン、激辛マックスエンド。はい、もうエンドです。終わってます、もう終わってます、このペヤング終わってます。ということでですね、これこの激辛ペヤング、意外と見た目が普通のと同じなんですね。なんか激辛だから真っ赤とかっていう感じかと思ったらですね、意外と意外に普通の色してるんですよ。一緒に出してバレないっていうような感じになってるんで、今回ですね、早食いっていう店企画をテオくんに持って行って、一緒にペヤング早食いして、早い方が勝ちみたいなのをやって、実は裏ではテオくんはこの激辛エンドを使っているっていうドッキリ、テオくんドッキリに仕掛けていきます。シッシどうも久しぶりじゃない？結構撮影してなかったもんね。ということでですね、俺たちいろんな大食いとかしてきて、まあ、たくま含め早食いとかもしてきたじゃないですか。してきました。そういえばテオくん早食いしてんのあんま見たことないなと思って。いいよ、俺はだって空前じゃないもん。わぁ、マジでいいじゃん、食べるの。確かに確かに。やだよ。あー、出ました。あー、まあまあ、ね、すげー早いんだよ。早い。で、俺もまあよく食うし、無理やりだから結構早いんだけど、テオくん、あんま見たことないんだ。いいよ、俺はやだよ。やりますよ。今日こちらペヤングの焼きそばでございます。暗すぎだろ、こういった時のペヤングこれのまあ早く、まあできる限りでいいよ、そんな。じゃあちょっとペヤング焼きそば早くお願いします。シッシー。はい、ということでテオくん、うまく騙して普通に客に持ってこれたんですけども、こちらはい、これが普通のです。この激辛、激辛も色が違うんだね。もうこっち赤色になってるから、おこのソースがどうやら辛い役目を果たしてるみたい。はい、お湯入れていきます。ていうか、マジ意外と察しいい人だな、あの人。これで3分待ちたいと思います。はい、3分経ったんで待ちたいと思います。こんな感じです。そして普通のソースをここに入れて、この激辛のソース入れて入れて入れて。いや、マジ察しいいから成功するかどうかが俺まず分かんない。あ、ちょっと赤い、ちょっと赤い、これ分かる、このちょっと赤い、こっちが激辛、こっちが普通の、ちょっと赤い。こっち混ぜます。混ぜたらきっと色が変わってくれることを信じてます。匂いから、匂いから、こんな感じになりました。色がちょっと赤いのが出ちゃってる。ちょっと試しにちょっと食べてみたいと思います。これドッキリやろうか迷うくらいの辛さ。これか、あー、喋ると、色がちょっと赤いからワンチャン刺して食わない可能性あるんで、それはそれだね、辛いから。シッシー、じゃあ早食いしましょうか。いきますよ、よーい。ちょ、タクマ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 、超準備したけど3、2、1、よーい。用意までの用意までの3、2、1。シッシ3、2、1、スタート。え、こんな辛いっけ。熱いじゃん。これぐらい、すごい、最後まで見てくれてありがとう。ドッキリ大成功、バレなくてよかった。でもあれ見た目以上にマジで辛いからね。あんなに食べたテオくんマジですごい。明日のスカイピースは まさかの TikTok の神とか神動画を撮ります。それではトリフリピー。